ベルジアンシェパードドッグタービュレンベルジアン、シェパードドッグ,ター,ードドッグタービュレンとは、ベルギー原産の牧羊犬種である。ベルジアンシェパードドッグの愛好家などからは、単にタービュレンと呼ばれることもある。もともとは、ベルジアンシェパードドッググローネンがある、ベルジアンシェパードドッグマリノア、ベルジアンシェパードドッグラケノアと同一犬種と見られ、ベルジアンシェパードドッグとして一から下にまとめられていた。 19世紀になるとこれらの主な死液であった牧羊が機械化されてしまったことにより仕事が減り絶滅の危機に瀕してしまった。そのためこれらを研究、保護するためのプロジェクトが発足し、ベルギー国内のどの地域に何頭のベルジアンシェパードドッグが生き残っているか調査が行われた。この調査の目的はスタンダードの確立。 統一を図ることではあったが、地域ごとと4タイプに分化していて、それぞれがはっきりと犬種として認識できるほどの特徴を備えていたため、それぞれ別の犬種クラブが建てられて、ブリーディングが行われるようになった。春敏性競技にてタービュレンは、タービュレン村原産のベルジアンシェパードドッグで、主に牧羊犬として、羊の誘導を行うのに使われていた。 この他牧牛犬として使われることもあり、また近年は警察犬や麻薬探知犬、介助犬、蝶動犬、セラピー犬としても広く活躍している。もちろん容姿の良さからペットや小ドッグとしても人気が高く世界中で多く飼育されている。世界的にはベルジアンシェパードドッグの中でクローネンダールに次ぐ2番目の人気を保持しているが日本ではそれらの中で 最も人気が高い犬種になっている。毎年国内登録が行われ、2009年度の国内登録等数順位は136位中71位と高順位であった。時折ペットショップで見かけることができ、そこやブリーダーから入手することが可能である。美しい黄色と黒の混色のロングコートを持つベルジアンシェパードドッグであるグローネンダールに比べると、 より有効的で穏やかな気象を持つが、そのため番犬としてはあまり使えないのが欠点である。マズルと足が長く、容姿は整っていて、体は引き締まっている。耳は立ち耳で、尾はふさふさしたタレを。体高はオス61から66センチメートル、メス56から61センチメートルで、体重は雌雄ともに28キログラム前後の大型犬。 性格は穏やかで愛情を深く、友好的で従順である。子供や他の犬と遊ぶことが大好きで、家庭犬として飼育するのに向いた犬種である。身体能力は高く、ドッグスポーツにも適している。運動量は多く、散歩の時間は多めに取る必要がある。かかりやすい病気は、内分泌系疾患と意識障害による発作などがある。ありがとうございます。